今日は同じ動画を、2回目撮ってます。1回目の動画を結構長いバージョンで撮ってね、アップしたらNG だったんですよ。そう、皆さんにアップしようと思ったら、皆さんに公開しようと思ったらできなかったので、その動画、消すのもったいないなって思って、残してあるんですよ。そう、皆さんにも、原因をね、知ってもらいたいなって思って、多分あれが原因だと思うんですけど、皆さんにも、チェックしてもらいたいなって思ったので DVD にしましたなんで、興味がある方とか見たい方は、ヤフオクチェックしてみてください。はい、入札待ってます。では、2回目撮っていきますせっかく頑張ったのにな。今日はね、久しぶりにストレッチにしようかなって思ってて、そう、最近ね、そのムチムチ度が増してきたんですよ。どこのムチムチ度が増してきたかっていうと、太もも、ユーの太もも。そう、なんかね、わかるかな、結構ね、ムチムチしてきてて、わかる？内ももが特にね、やばいかなって。裏ももとかもそうなんですけどね。はい、で、今日はストレッチで、鍛えようかなって思います。そう、皆さんもね、これを機にゆうと一緒に、鍛えませんか、太もも足腰鍛えるの大事ですよねと思って、はい、今日はやっていきたいと思います。では、早速始めていくんですが、まずはこの台ですね、台よいしょ。まずこういう台の上、こういう固定された台とか椅子とかがあれば、用意していただいて、この上に足、かかとをね、乗っけます。膝までのここ足が90度になるように、はい、置いてください、かかとを。で、そしたらお尻をね、上に持ち上げます。そしてまた下に下ろします。これの繰り返し、これで、お腹に、下腹部に力を入れる、はい、これを、30回やってあげます。そう、なんかかかとをね、こう、椅子の上に置いてやることで可動域が広がるんだそうです。確かに広がる。てかきつっ、裏ももを鍛えるやつらしくて、いやー結構きついな、やば、あー上がんなくなってきた、お尻もやばい。そう、こんな感じです。やばい、痛い痛い痛い、うん、確かにきつい。いや、うん、いいね、確かに鍛えられます、これ。あと腹筋もね、鍛えられるからいいと思いますね。はい、で次が横を向いてやるストレッチ、これね、これが外ももと内もも同時に鍛えられるトレーニングで、横座り、こういう風に座るじゃないですか。で足をこう上げます、縦に上げます。そしたら、こう足を伸ばしたまま回してあげます。こう大きく回す、大きく回す、大きく回す、大きく回す。結構きついけどこれで外もも内ももが鍛えられるらしいです。足こうやって曲げないように、まっすぐにしたままやってあげる。確かに結構きついな、これも、いてー。はい、で反対側も同じように片足を上げる、上げてピーンって足を伸ばしてあげて、あとはこう回してあげる。わー結構きつ、これもこれだけでいいんですよ、うん、でも何回でも回せそうですね。テレビ見ながらこうやってねやってあげられるからおすすめですね。あとは足パカ、前にも確かね YouTube でやったと思うんですけど、足パカ、これはね
内ももをね鍛えられる絶好のチャンス。足をこうね天井の方に向けて、上げますよね。で横に真横に足をこうパカーって開くだけ。これだけ。これね、これをなんか1週間続けた人がいて、そしたら、太もものねここ間の隙間ができたとか痩せましたっていうね、コメントがあったんでね、へえ1週間でなるんだと思って、ゆうもこれ続けようと思います。1週間以上毎日、うん、1日100回以上もいるらしいですよこれ100回厳しい痛い痛い。でも確かに内もも痛いな、これ痛いな、けど気持ちいい、うん、こんな感じです。いかがですかね、どれも簡単ですよね。さっきの足クルクルするやつとか足パカとかは夜寝る前にちょこっとやれそうな感じじゃないですかね。ゆうも1週間ちょっと続けてやってみようかなって思ってます。痩せるぞはい、ぜひ皆さんも、今日から夜寝る前にやってみてください。はい、で先ほど冒頭でも言ったんですけど、YouTube で NG だった1回目の動画は、まあ、今回よりも結構長めに撮ってほとんどカットなしで、撮った動画なので、まあそれがねちょっと NG になったのがショックだったんですけど、はい、何が原因だったのかを知りたい方、気になる方、見たい方は、ぜひ、ヤホークページチェックしてみてください。下の概要欄に、URL 貼り付けておきます。はい、入札お待ちしてますじゃあ、今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。